民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ブルーシを突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ軽蔑を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。